はい、本日は任天堂スイッチで配信された机でサッカー体験版をやっていきたいと思います。まあ、任天堂の体験版はね 3DS とかでそうですけど、回数制限がよくありますね。キャラクターはなんかマイクラっぽいな。そしてキックオフです。赤のユニフォームが僕ですね。いきなりやばい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 。パスでつないでシュート、シュート防がれました。これ最初にチュートリアルというか操作説明が出てたんですけど、最近のサッカーゲームしてはめちゃくちゃ簡単な操作ですね。基本的にまあいわゆる A ボタン B ボタンしか使わないようなゲームで、おっと1点が入りました。すごくまあ操作は簡単ですね。そしてまた2点目が入りました。ゴール。まあ最近のまあサッカーゲームって言っても僕まあウイニングイレブンぐらいしかやったことないんですけど、まあウイニングイレブンはまあとにかく操作が難しいとかやることが多すぎて、まあただ試合をするだけだったらそんなに難しい操作は必要じゃないかもしれないけど、まあ極めるまでやるとなるととにかくまあ操作が多いというか複雑というか、正直初心者にはわけがわかりません。そして、おーっと、またゴールですね。何点目だっけ ?3 点目ですね。なんとなくコツがつかめてきました。そして前半終了です。前半終了は3対0で。そしてコートが変わりました。今度はどうなの?下に攻め、あ、やっぱ上か。コートが変わったと言っても、どっちにしろ上と下が変わるんで上の方に攻めるのは変わらないですね。ボールを奪ってドリブルで持ち込んでシュート防がれました。なんかなんだろう、操作というか複雑な操作がほとんどないので、まあ子供向けといえば子供向けかもしれないし、でも大人がやってもそれなりになんか楽しめるような、まあ、簡単なサッカーゲームって感じがしますね。そして4点目が入り、無理やり持ち込んだけどキーパーに防がれております。やばいやばい、うわっと、本当に今のはめちゃくちゃやばかった。そして一気にゴール前まで行ったけど、あ、キーパーに防がれましたね。お、5点目が入りました。もう楽勝ムードでしょうか。時間もあと4分ほどですね。まあ、4分といっても1試合3分程度にしてるんで、アディショナルタイム、もう1点欲しい、もう1点欲しい、あー惜しい、防がれました。スローインです。どこにスローインしてるんだ俺。そして試合終了で、今回は5対0で勝ちことができました。この任天堂スイッチの机でサッカーというゲームは操作が簡単ですごく面白かったです。まあ値段の800円と安いので結構おすすめかもしれません。ありがとうございました。